最近あのなんかぼっち系みたいなお動画が流行ってるらしいですね。ぼっち系ね。うん。まあ私も一時期あの見てたりしてたんですけど、別にねああいう人らの上げてる動画ってまあ ルーティーンの動画が結構多いですけどね。それでまあそこはそれはまあいいんですけど、よくよく考えたらですね、自分もそうだなと思って。こんなこと言うのはあれなんですけど、あんまり今まで自分のプライベートの話ってしてこなかったですけど、よくよく考えたら自分もそうだなと思ってね。もう40過ぎてるし、でおっさんだし、でしかも独身だしね、まだね。で趣味ドライブと来たもんでしょ。で一人でドライブするんで、でなおかつ人混みのあるとこ行かないでしょ。完全にそうだよねみたいな感じなんですよね。まあ別になんかメンタル的にやられてるとかそういうことは多分ないと思うんですけど、まあ普通のなんだろう、こう一般的に見ればちょっと変わった人なのかもしれないですけどね。変わってるねっていうのはたまに言われたりしますけど、自分はその変わってるねっていう言葉は褒め言葉だと思ってるんで全く気にしてないんですけど、いや俺もぼっち系だなと思って。なんだろう、そういう動画にしたら食いついてくる人いるんですかね。今までなんかそういう動画って全く上げてこなかったですからね。基本的に今のこのメインチャンネルに関してはドライブ系の、まあ、動画をやるということで、もう基本的にその動画しか上げてないんで、まあ一時ね、なんかあの組み立てのね、基礎知識みたいな動画は上げたりしてましたけど、あれは今もうサブチャンネルの方に上げちゃってるんで、基本的にこっちはもう車系このドライブの動画っていうところを、あと雑談したりとかね、そういう動画ばっかりにしてますけど、どうなんですかね、なかなか登録されてる方もまあちょっとずつ増えていってますけどね。ただ爆発的には増えていってないですからね。釣り動画としてこのぼっち系みたいなのって上げたら食いつく人いるんですかね。どうなんでしょう。そっかと思って、よくよく考えたら私もぼっち系だなと思って、別にあのそれがなんかなんだろう、すごくマイナスなことだとかいけないっていうかな、世間一般的に見たらなんかこう外れてる人っていうのかな、なんていうんだろう、そうなんかマイナスのイメージがすごく強い気がするんですけど、別に一人でなんかいろいろ楽しむっていうことは別に全然悪いことではないと思うんですけどね。むしろ私の考え方だと、まあいくつか考え方あるんですけど、自分も友達も全然いないんで、結局まあ本当に多分ぼっち系だと思うんですけど、なんか友達付き合いってめんどくさいんですよね。だから友達もいないんですけど、なんだろう、こう自分もこう社会に出て生活してるんで、集団で生活する、まあ、仕事がまさにそうなんですけど、集団でこう何か動くっていうことはもう仕事のところでやってるんで、プライベートはできるだけ一人でいたいんですよね。で、一人の時間を楽しむっていう時間が欲しいんですよ。作りたいんですよ。で、なんでこう友達もいないですし、友達作るとやっぱ気使っちゃうんでね。誰かそういう友達とどっか行くってなるとね。で、気使っちゃって、自分がやりたいことっていうのをこう抑えて動くっていうことに結局自分の場合はなっちゃうんで、自分の好きなことが本当できなくなっちゃうんですよね。基本的にプライベートも一人で動きますんで、別にそれがなんか寂しいなとかって思ったことはまあないことはないですけど、そんなしょっちゅうそういうね、なんか寂しいなと思うかって言われたら全然そんなことはなくて、むしろ一人の時間をなんか楽しんで有意義に使ってるかなっていう過ごし方なんですよね。なので別に一人でいることが全然なんか悪いことだとは全く思わないんで、
何言おうとしなきゃな。あ、そうそう、あと何だろう、私のこの考え方でいくと、これまあね、皆さんに当てはまるかどうか分かんないですけど、私の考え方でいくと、なんか大勢でいた方が楽しいっていう人いますよね。うん、一人でいると楽しくないというかね、楽しめないっていう人。うん、私の場合はそれは考え方が逆で、一人でいる時間を楽しめない人が大勢で行って楽しめるのかっていうのがそもそもあるんですよね。っていうのはまず、まあそれもある、それもあるな、それもあるんですけど、基本的にこの一人でいる時間の過ごし方、使い方と誰かといる時の時間の使い方って全く別のものだと思ってるんで、別に大勢でいるから楽しいっていうことも、別にまあ楽しい場合もありますし楽しくない場合もありますしね。なんかね、自分の置き方っていうのかな、そこの中でのなんかそれが全く違うもの、別物っていう感じなんで、だから逆になんかこうプライベートの時間までなんか誰かと集団で動くっていうのがなんかもったいないんですよね。だから会社とか仕事してる以上は一人でやるってことは基本的にないじゃないですか、個人事業主でもない限りね。やっぱりこう会社っていう中の集団で動いてるんで、当然それでその中ではね、同僚とかそういう人たちと、ね、付き合っていますけど、じゃあプライベートで一人になった時に、じゃあなんか寂しいかとかそういうことは全くないんで、一人なら一人なりの時間の使い方というか楽しみ方ってあると思ってるん で自分はそれが楽しいんで集団でいる時もね、集団でいる時よりもやっぱ一人でこう何かしてるっていう時の方が楽しいんで、そういう生き方をしてるんですけどね。まあこれがいわゆるぼっち系なんでしょうね。これはでも何だろう、考え方が多分そういう人ら、いわゆるね、どっち系みたいな感じで動画アップしてる人いますけど、そういう人とは少し違うのかもしれないですけどね。意外とね、人付き合いめんどくさいんで、そもそも嫌いなんですけどね。まあだからといって会社の中でそういうわけね、人付き合い嫌いだからとかって言ってるわけにいかないんで、それは仕事なんで、やっぱりこうね、ちゃんとそれなりにね、もう要は仲間なんで、まあ、付き合ってね、いい仕事したいし、まあ、いい関係も作りたいじゃないですか、まあ、そういう風に動いてますけどね、もちろんね、そこはそこで別にいいんですよ。そこの集団の生活っていうのは別にあってもいいと思ってるんですよ。そこはそれで、むしろそういうことを、まあ、仕事をしつつ楽しみたいなと思ってるところはあるんですけど、プライベートまでなんか集団でみたいなのはちょっとなんかなみたいな感じがするんですよね。どうでしょう。こういう考え方にこうなんかそうだなみたいな風に思ってくれる人っていいのかな。多分ね、世間一般的に見たら変わってる方だと思うんですよ、これって。で特に私の場合は今こうやって休みの日に動画撮ったりとかしてるんで、で編集もしたりとか、動画撮って帰って編集してみて、また見直してみたいな、他の人のチャンネルの動画どんなものアップしてるかなとかチェックしたりとかして、なんかもう休みの日はもうほぼなんか YouTube のこの動画の撮影のために使ってるような感じもあるし、もうそうなってくるとなんかね、プライベートの時間が全く足りねえみたいな今状態に陥ってますけど、なんだっけ、何の話だっけ、ぼっち系ね。ぼっち系ね、まあ俺の場合は多分そうなんだな、多分そうなんですよね。なんかあえてプライベートでのこの人付き合いっていうのをしないようにしてる節があるんですよね。もうそれは自分でも分かってるんですけどね。でそれがしなきゃいけないことってことでもないと思ってるし、それは生き方だと思うんで、
私独身なんだと思うんですけど、別にそれが悪いことだと思ってないんで、別に結婚して子供産んで育てるみたいな、それだけが一つの生き方だけではないんで、なんかね、そういうなんか40過ぎてまだ独身みたいなのが、こう社会的な悪みたいな言い方する人いるんですよね。いやちょっと待ってと、それは違うんじゃないのっていう。もちろんね、こうなんか国っていうものを考えてても、そんな大きいことも考えてっていうのはね、どうなのっていう気もしますけど、別に自由にはね生きる権利はあるんで、それはもうね、その人がそういう生き方を選んだんだったら別にそれでいいと思うんですけどね。それをなんかどうこう言われる筋合いはもう全くないんですけどね。とかなんかね、そういうことは普段からこう考えつつも、また今日もこうやって一人でうるちょろしてるわけなんですけどね。別にいいじゃないですか、一人でいたって。何がダメなんですか。むしろなんかその一人の時間をなんかね、極限まで楽しんでやろうっていうぐらいの前向きな生き方でいいんじゃないですかね。なんかこっち系っていう人たちの動画見てると、なんか悲観的なこう動画みたいなのがすごく多いんですよね。なんでそんな悲観的なんだろうと思って、別にいいじゃん一人でも何がダメなのって思うんですけど、どうでしょうか。いや、なんかこういう動画メインチャンネルだけだと、またなんかいろいろ批判的なコメントとか来そうだよね。もうね、今回の動画はちょっと異色の動画になるかもしれないですね。まあ私のチャンネルがね、いまいちこう、まあ自分のペースにやってるんで、あまりチャンネルの登録者数とか気にはそこまでしてないですけど、まあでもやってる以上は伸びてほしいっていうのもあるじゃないですか。まあ今のやり方だとそんなにね、急激に伸びるようなコンテンツではないっていうのはもちろん分かってるんで、まあそれでもね、RB3 のね、こうユーザーオーナーの方だったり、まあ車ホンダの車のファンだったりね、まあ、比較的興味のある方には本当に登録していただいて、ありがとうございます。はい、それはもう素直に嬉しいですよ。ただ一方で本当にこうなんか楽しんでもらえてるのかなっていうのは、ね、常に日頃から考えていますけどね。ただこうなんて言うんだろう、あんまりね、私の自分のスタイルっていうのをこうブレさせてまで登録者数が欲しいかって言われると、それはなんか自分は違うなと思ってるんで、あくまで自分はこれ趣味でほぼやってるんで、別にYouTuber になって、ね、それで飯食ってこうとは全然思ってないんで、多分それは無理だと思うんで、まあ趣味でやってる範囲の中の話なんで、もちろんね、それは収益化できればね、それはもちろんそれは嬉しいですよ。それでね、得られたお金で、まあさらにね、このチャンネルの動画がこうなんかより良くなるような使い道に使おうとは思うんで、それはそれで嬉しいことであるんですけど、そのためになんか動画撮るっていうのは私の中では違うことだっていう認識なんで、どこ来てるよ、どこ来た今。まあなんだっけ、ぼっち系か、ぼっち系の話ね。また戻るけど、別にいいじゃないですかね、一人でも。むしろこうなんか一人の時間をいかにして楽しめるようになるかっていうのが、なんか人生そのものを楽しくするための、まあ、課題の一つかなっていうのは感じてるんですけど、皆さんいかがでしょうか。はい、ということで今回の動画は終わりたいと思います。はい、本当の雑談ですね。
またね、次回以降も、今まで通りね、ドライブ系の動画をちゃんと撮ってますんで、はい。引き続き、ご引きいただければと、はい、思います。はい。チャンネル登録まだの方は、まあ、興味があればぜひしていただければ嬉しいです。はい。ということで、今回の動画終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。